相次ぐ不正や疑惑の発覚で経営状態の悪化が伝えられるビッグモーター立て直しが急がれる中新たな動きが明らかになったビッグモーターがカーリースやレンタカー事業なども手掛けるリース業界の最大手オリックスに支援を打診していることが分かった ビッグモーターの泉社長は9月社員に向けた挨拶の中で会社の再生プランを信用回復を果たしていくために外部の資本を入れることに関して検討をさせてもらっていますと語っていたオリックスがこの打診を受けるかを含め詳細については今のところ明らかになっていないこうした中、 ビッグモータータ社内で問題発覚後に新たなトラブルが起きていたことが FNN の取材で明らかになった店の中やグループ LINE など多くの社員が目にする場所でハラスメント行為が堂々と行われていたというハラスメント被害を訴える元社員の妻 C さん面識のない社員 A、C、2ライングループに顔をさらされ事故車です、終わってますと侮辱されました 見た目を侮辱されたと訴える C さんは夫が当時ビッグモーターに勤務 C さん自身は他のビッグモーター社員と顔を合わせたことがないにもかかわらず容姿を侮辱されたことに怒りを覚えたさらに C さんは許せない言動をこのあと聞くことになる C さんはこの頃、おなかの中に小さな命を宿したばかりだったそんな最中に ハラスメント被害を訴える元社員の妻 C さん、会社の飲み会で流産させると言われていたのを知りました私のおなかの中にいる子供はビッグモーターの仕事に関係あるのかって C さんは容姿を侮辱し流産させると発言したビッグモーター社員 A 氏に直接真意を聞こうと店舗などに連絡その後 C さんは A 氏から電話で謝罪を受けたが、問題の発言のきっかけは C さんの夫との間で行われた、たわいもない言い合いに過ぎないと釈明したという。C さん、どうして流産させるって発言をされたんですか私に恨みでもあったんですか社員 A 氏、いえ、奥様に恨みはないので、本当にお酒で酔っ払ってしまって。 C さん、あとデブブスゴミみたいな女ここまで言われたら私だってキレますよ社員 A 氏はい釈明する A 氏だが C さんの抗議について意外な発言をした社員 A 氏でもあなた僕の仕事中に何度も電話かけてきましたよね C さん何か周り社員にキモいとか言った 社員 A 氏僕はキモいと思ったので完成じゃないですかそれは C さんは A 氏に対しこの件を口外しないことを条件にこの時は一旦歩行を収めたところがその後 A 氏は他の社員 B 氏にこうしたやり取りを報告すると B 氏は他の社員もいる場で A 氏に対し誤り方について次のように話した 社員 B 氏の発言マジプライドなくした方がいい囲碁気をつけますって言って反省しますって電話切った後に死ねおらってそれで終わり反省の色が全くないと感じた C さんはさらなるショックを受け出産を控えた現在も心療内科に通院そして夫は会社に居づらくなりビッグモーターを退職した C さんはビッグモーターが設置するハラスメントの通報窓口に夏に訴え出たハラスメント被害を訴える元社員の妻 C さんこの人たちのせいでどうにかなっちゃうのかなって不安な気持ちは今たくさんあります社内の風土改革が叫ばれる中起きたトラブル この件について3日、FNN がビッグモーターに確認をしたところ、ご指摘の事案につきまして、詳細をお答えすることはできませんが、ハラスメント、内部通報、窓口に寄せられた問い合わせに関しましては、当該部署の担当者が適切に対応してまいりますとコメントしている以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。自分への侮辱だったら何とか我慢できる。 でも、流産させるだけは絶対に許さない。毎晩寝る前に、寝返り打ってお腹に変な圧力かからないかなとか、毎日仕事が忙しくて夜遅い日が続いたときは、これが原因で流れたりしないかなとか、お腹の子だけは無事に育ちますようにって、祈るように生活してるのに。 この件は直接この会社のせいではないんだろうけど、こういう会話が職場でされてしまうようなモラルがない会社なんだなとは思った。早く亡くなった方が良いんじゃない。街路樹カラス、板金台踏んだくる、廃車と偽り売り飛ばす。は100歩譲って上からの指示だったり、先輩の真似だったり、必ずしも個人の判断ではないとは思う。 特定の人の誹謗や中傷は会社に関係なく人間性を疑う BM だって真っ当な人間が多いことを祈るがこういう人間がいることで関係ない人までイメージを汚すことになりさ起をはかるどころではない職場での嫁の悪口が嫁に伝わるってどうなんだろう私も子供のことや私の仕事のことで夫の職場に迷惑をかけることがある その際に多少悪く思われているだろうことは職場の反応からうすうす察しているが悪口を言われている確たる証拠はないそこは夫が絶対に阻止することではないのかなぜ社員と妻が直接連絡する事態になっているのか謝罪を受けるにしても妻がダメージを受ける可能性は高いはず出来事そのものよりも夫の対応の悪さが気になる ビッグモーターという会社の信頼度は失墜したと思われます前社長の退任タイミングなども責任のひとかけらもなく早く流れてほしい後任へ押し付ける姿そういった体質の中で生きていくしかないと考えて過ごしてきた社員のマインドの歪みそうやって自分の嘘を晴らす行為を続けてきたのでしょう自分を守るために やはり会社の体質が良くないからだと思いますだからといってこんなことする方を擁護するところまでは舵を切れませんが一気に急成長する影には何かあるってことなのかなと思いましたちょっと信じられない話だな社員で揉めたからってその妻を揶揄するなんてしかも逆ギレで言われた側が退職 まあまともな人間ならビッグモーターなんかにいられないよね運営が変わったってそうそう変わらないと思うよく分からんけどこの会社の人たちって暇なんかな契約を断って帰宅したら家の前で待ち構えてて脅されたとか今回は人の奥さんの写真を LINE で流したりとかそんなに時間あるんだな前に 会社のやり方がおかしいと思った人たちは辞めていったという元工場長のインタビューが出てたけどまともな人は残ってないということなんだろうな。